今日も40人の死亡が発表されるなど第8波の感染拡大が続いています。福岡県は今日現在の感染状況を説明する会見を急遽開き、死者数が増加している要因などについて説明しました。会見では去年夏ごろの第7波と現在の第8波を比較した分析結果が公表されました。 第8波では最大病床使用率やクラスターの数が増加していて入院者数は病床使用率の分母にあたる確保病床およそ2000床の2倍を超える4625人となっていますそして目立つのは1週あたりの死者数第8波では1週間で152人が亡くなりました第7波に比べて増加していることについて 県は73%が80歳以上97%が60歳以上で入院中や高齢者施設の入居者が感染し重症化せずに基礎疾患や老衰が要因で亡くなっていること冬場は疾病によって亡くなる人が一般的に1.2倍多いことなどを挙げました県の担当者は高齢者の命を守るため医療や検査の体制をしっかり維持していくとしています